皆さんこんにちは、うぷ主の長森です。はいどうも、あかねちゃんやで。さて、今回は8月に行ってきた旅行の様子をお届けしていきたいと思います。今回の旅行では西日本に行ってきました。いや、目的地ざっくりとしすぎやろ。でも、実際そんな感じだったからね。確かにそうやったけどな。行程としては1日目に福岡県に降り立ち、2日目、3日目は山口県を巡り、4日目は広島県を探索し、5日目は岡山県を回り、6日目に兵庫県から飛び立つという予定でした。前置きが長くなりましたが、本編に行ってみましょう。さて、始まりました西日本横断旅行。その出発地となる福岡県が見えてきました。今日はどんなところを見て回るん？まずはこのまま北九州空港に降り立ちます。そして、小倉、門司まで移動し、門司港レトロラインを乗りに行きたいと思います。最後に、小倉へ戻ってサッカーを見て、今日のところは終了です。福岡県言うても、北九州市内だけ見る感じなんやな。そうだね。門司港駅が今年リニューアルされたので行ってみたかったのと、見やすくてアクセス抜群と評判のいい、ミクスタに行ってみたかったってのが理由ですね。なるほどな。駅が新しくなってから、門司港レトロ地区は、一段と活気があるみたいやし、面白そうやんな。というわけで、北九州空港に到着しました。今日見に行く、ギラバンツ北九州のポスターがお出迎えしてくれたで。さて、空港から小倉駅に移動し、そこからは電車で門司港に向かいます。門司港に到着しました。これがゼロマイルの記念碑か。ここが九州の鉄道の起点になってるんやな。そうだね。ちなみに、本当のゼロキロポストはこちらです。駅舎の中もレトロ調になってるんやな。まるでタイムスリップしたような感じでいい雰囲気やわ。そして、復元された駅舎がこれです。重厚な石造りの建物がいい味がしてるな。門司港駅に隣接しているレトロラインの駅まで来ました。では早速、トロッコ列車塩風号に乗っていきましょう。ご覧ください。ただいま風を感じながら、門司の街並みを一望できるのがいいね。せやな、この北九州空港レトロラインは大人と鹿児島本線とかの線を転用した路線で、門司港レトロの観光振興を受けて北九州市の市街地に開業したんや。片道10分の短い路線やから気軽に楽しむことができる。観光客は増えてきたな。ということは向こうの見える街並みが広がってきたね。こうやって見ると本州と九州よっぽど近いんやな。一度見ればよかったので約700メートルだからね。海底には人造トンネルも通ってるし、歩いても渡れる距離だよね。せやな。電車と船までは渡ってもらうし、次の機会は歩いて渡ってもらう。終点の関門海峡メカリ駅に着きました。駅前には機関車と客車が保存されています。客車の中はカフェになってるんやな。はい、チーズ。いや、なんやねんこれ。せっかくパネルがあるんだから写真撮んないとね。さて、ちょっと時間あるので少し歩いてみますか。めっちゃいい風景やな。橋の下を船がくぐっていくのは絵になるね。それにしても、これだけ狭いところなのに、船が途切れることなく通っていくな。1日で500隻の船が通ってるらしいよ。3分に1隻のペースか。そりゃひっきりなしに来るわけやな。さて、門司港駅に戻ってきました。今から小倉へ移動してミクスタに行こうと思います。ミクスタこと、ミクニワールドスタジアム北九州に到着しました。噂に違わぬ神立地やな。
新幹線停車駅から徒歩10分って、アウェイサポに優しくてええな。本日は J3 リーグ戦、ギラバンツ北九州対ガンバ大阪アンダー23です。最近調子が上がってこない北九州が昇格争いに残るために、ホームで勝ち点3を取って、いい流れで中断期間に入りたいといったところやな。では、中に入っていきますか。さすが専用スタジアム、ピッチと客席が近くてよく見えるね。このスタジアムといったら、観客席のすぐ後ろが海という立地。うん、あの船は？あれは海のボールパーソンやな。海のボールパーソン？リーグ戦では、ボールが海に落ちる海ポチャが起きた時のために、ボールを回収する漁船が待機してるんや。それが、海のボールパーソンってことや。まあ、海ポチャなんて年に1回歩かないかくらいしか起きひんけどな。というわけで最前列に陣取って試合観戦です。前のローンやとサポーターのチャントやボール取る音、選手の声も聞こえて楽しいわな。試合の方はホーム北九州が後半に2点を取り、逆転勝利でした。では、本日の宿泊先、宇部まで移動しましょうか。宇部新川駅に到着しました。今日はこれで終了です。なんで北九州で泊まらなかったん？それは明日になればわかるよ。今日はこんな感じの移動でした。おはようございます。それでは2日目行ってみましょう。今日は小野田線を乗り潰した後、秋吉台に行きたいと思います。電車が来たので乗りますか。というわけで、最初の目的地、長友と山駅に到着です。本山支線の終点やな。そして昨日、わざわざ宇部まで移動した理由がこちらです。なるほどな。1日3本、しかも、朝夕にしか電車来ないんか。はい、朝の電車を逃すと1日を棒に振ってしまうので、昨日の間に移動した、ということになります。じゃあ次の目的地、秋吉台に行きますか。列車とバスを乗り継いで秋吉台まで来ました。おお、めっちゃ綺麗だな。ほら、穴が大きくて迫力あるね。あの中に入っていくのが冒険感があってワクワクするな。では、中に入っていきましょうか。外はあんだけ暑かったのに、中に入ると一気に気温が下がるな。気温差は15度くらいあるのかな。半袖だとちょっと寒い感じだね。えらい長い年月かけてこういう造形が出来上がるんやろな。自然の力の偉大さを感じるよね。一旦エレベーターで地上に出て秋吉台へ向かいましょう。歩いて5分ほどで展望台に到着しました。広大なカルスト大地が一望できるな。青い空に緑と白い岩肌が生えていいね。下に降りて少し歩いてみますか。さすが日本最大のカルスト大地やな。東京ドーム280個分らしいからね。広すぎてちょっとピンとこないよね。ところでカルストってどういうものなの？簡単に言えば、石灰岩の大地が雨水で浸食されてできた地形やな。長い土地月をかけて、少しずつ石灰岩を削っていって、くぼみや石柱を形成していったんや。ちなみに、その溶けた成分は地下に浸透して、鍾乳洞を形成しているから、
秋吉台と秋吉道はセットになってるんやで。はい、秋吉台と秋吉道はええところやったな。そうだね、ずっと来てみたかったところだから、やっと来れて満足だったよ。でもずっと歩き回ってたからちょっと疲れたな。今日の残りは全部列車移動だから、あとはゆっくりできるよ。まずは峰線の残り部分に乗って長門市駅まで来ました。ここから山陰本線の乗り残し部分、仙崎支線に乗っていきます。山陰線とは言うても峰線と一体で運行されてるから同じ列車に乗ってるだけなんやけどな。一駅移動して仙崎に着きました。すぐに折り返して山陰本線を登っていきます。やっぱり山陰線の車窓は綺麗でええな。もう少ししたら夕日の沈むところが見れそうだね。さて、車窓を見ながらコメント開始をしていきたいと思います。そうだったんですね、バスで来たので全く見つけられませんでした。寝坊しなければその予定でした。資源もまだ乗り切れてないから、それと合わせてリベンジ案件やな。続きまして北陸ドライブ編です。北陸はいいぞ。和倉温泉最高やったな。会合も良さそうなところなので次は行ってみたいと思います。水量が多いこともあってすごい迫力でした。滝壺からのしぶきと風で結構濡れたもんな。黒部ダムはさすがでしたね。ダムのサイズと比べると人がめっちゃ小さく見えたしな。その他コメントやウポツ、オツコメントありがとうございました。また非常に多くの方から広告をいただきました。皆様、広告、コメント、本当にありがとうございました。ありがとうございます。列車に揺られること2時間で増田に到着しました。増田では山口線に乗り換えて津和野に到着しました。今日はこのまま津和野で一泊です。そんなところで2日目は終了です。3日目はこのまま山口線を南下し、山口、抱負を見に行きたいと思います。今回の動画はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。